ケイデンスとリヴァイ、初めて日本でお正月を過ごしました。ぜひご覧ください。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。おばばば、なぜかキティちゃんと服が一緒になってました。すごい偶然だね。ほら、あ、リボンついちゃう。そう。はい、リヴァイ君、今年はどんな年にしたいですか？今年はね、どんな年になるかな。うん、うん、早くダリに会いたいね。今年はどんな年にしたいですか？ベル。ベル？ベルになりたいってこと？うん。あ、そうなんだ。これから初めてお年玉をもらいます。じゃあケイちゃん正座してください。見て、こういう風にマミみたいに座ってみて。はーい、はい。じゃあケイちゃん、お年玉、本当のお年玉、リヴァイ君も本当のお年玉。なんて言うの？ありがとう、ありがとうございますって言うんだよ。ありがとうございます。じゃあ何が入ってるかな、見てみて。本当のお年玉なんだって。本当のお年玉なんだ。本当のお年玉が入ってるんだって。出してみる。いいよ、出していいよ。いくら入ってる？3400円。何で3400円？記念硬貨だからね。記念硬貨なんだって。リヴァイ君もね。リヴァイ君の方が少ないんだね。リヴァイ君の方が少ないんだって。リヴァイ君は3つ。あ、リヴァイ君も3つ入ってました。デレは5つ。5個。すごい、5個と3つ。おー、よかったね。ケイちゃんとリヴァイ君、お年玉がもらえました。本当にお年玉にしたの。はい、はい、ちゃんと座るよ。はい、これケイちゃんに。ありがとう。これはリヴァ君に。はい、なんて言うんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。何これ、500円玉だけど、どういうことこれ？記念の500円玉。何の記念これ？何だろう？リヴァッチが好きそうな新幹線だ。あ、これは新幹線の、そのうち見たくなる。これは何？新幹線の、ああ、本当だ。新幹線の500円玉？これ100円だと思う。これ100円？うん、あ、本当だ。100円でしょ。裏返してみて。100円？ 100 円。あ、100円だって。ケイちゃん、お年玉何に使えますか？新幹線4つあるとこ1つ。メルちゃん買う。メルちゃん買うんだって。これ買わないの？これは買えないの？買えないの？使えないから使わない。ああ、使えないんだって、そのお金。あれ、これ1個足んないんだけど。どういう意味？で、なんでこれ使っちゃダメなの？もったいないから。もったいないから使っちゃダメなんだって。ああ、やっぱり。なんでみんなお金あげてんの？それは普通のお金だからだね。普通のお金じゃないんだよ。それはお年玉。使わないお金なんだって。すごいね。私にとっても日本でのお正月は5年ぶりでした。本当に嬉しかったです。今まで、大晦日とかお正月になると絶対に日本のものを食べたかったので、今年は日本で日本の料理を食べることができて本当に良かったです。ケイちゃんやリヴァイ君にとっても初めての日本でのお正月でした。今までおせち料理を食べたこともないし、あとお年玉ももらったことがなかったので、こういう機会に日本の文化を体験させてあげることができて本当に良かったなと思っています。今ですね、だいたいケイちゃんの体重が16キロぐらい、リヴァイ君が14キロあります。はい、この2人どれぐらい今年1年で成長するのかちょっと楽しみだったりします。どういう意味？
すっごい。ちなみにマークからは日本の24時になるときにテレビ電話が来て一緒にカウントダウンをして2021年を迎えることができました。というわけで今日はこんな感じの動画でした。皆さんのお正月はどうだったでしょうか。もしよかったらコメント欄で教えてください。気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をして一緒に大冒険に出かけましょう。 Alright everyone, have a good one.